マクドナルド CM の新キャラに衝撃。木村拓也からナンバーアンダーライン愛への意外な交代に反発の声も、木村拓也からの交代に漂う、スーパースターの変遷。ある日の4月18日、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔27歳、岩優太28歳、神宮寺優太26歳が、 日本マクドナルドの新しいテレビ CM に登場することが発表されました。彼ら3人が一緒に出演するテレビ CM は初めての試みとなります。マクドナルドの新 CM に関するナンバーアンダーライン愛の出演は広く注目されています。これまで木村拓也が CM に出演してきた歴史がありましたが、その影響で彼の降板と、 若手グループナンバーアンダーライン愛の登場に対する様々な声が上がっています。この発表に先立ち、マクドナルドの公式ツイッターは、前日の17日の夜に、ナンバーアンダーライン愛の口元を映す告知ムービーや、ナゲットアンダーライン愛という文字が白く黒い背景に映る画像を投稿するなど、ほのめかしを行っていました。これにより、 彼らの登場に大きな注目が集まりました。CM では、平野翔岩ン太神宮寺勇太の3人が、新しいチキンナゲットのソースを堪能する姿が描かれています。彼らの明るく楽しいトークやダンスは、ファンだけでなく広い世代にも好評です。また、彼らは音楽フェスティバル、コーチェラに出演し、世界デビューを果たしました。 その活動が日本だけでなく、アジア全体で注目されていることが報じられています。そして、CM では、3人が店内で談笑しながら、新しいチキンナゲットのソースである、レモンハラペーニョタルタルソースと、たこ焼き風マヨソースをたっぷりとつけて、美味しそうに食べる様子が描かれています。ファンからは、キシ君が美味しそうに食べる様子に100万点あげたい。 ナゲットもナンバーアンダーライン愛も大好きなので、今日のお昼から早速食べます、など、熱い声が寄せられています。しかし、一方で、2020年1月から同社の CM に出演していた木村拓也、51歳が、ジャニー北川氏の加害問題の影響で契約を更新せず、23年9月以降 CM がなくなりました。そして、 ナンバーアンダーライン愛の3人も昨年5月までは、ジャニーズのタレントでした。このことに対し、え、現ジャニはダメでちょっと前に辞めたジャニはい、e、いの、矛盾だらけ、さすがにジャニーズを切った企業は使えない、など、マクドナルドの判断に対する反発の声も上がっています。これについて、マクドナルドが、辞めジャニ、の岡田純一さんや赤西仁さんを起用していることについて、 以前から批判の声があったことは事実です。そして、今回、ナンバ・アンダーライン・アイが CM の新キャラクターに就任した商品は、かつて木村拓哉さんも CM キャラを担当していたチキンマックナゲットです。これにより、木村さんからの交代感が漂っています。木村拓哉は長い間、平成を抱いた男、として、日本の国民的スターでした。 彼のマクドナルド CM からの降板は、間違いなくジャニー氏の問題が原因であると考えられます。しかし、今回のナンバーアンダーライン愛の起用は、日本の国民的存在である、スーパースターの移り変わりを感じさせます。マクドナルドは、広く一般にリーチできる CM キャラクターを求めており、そのためにナンバーアンダーライン愛が起用されたのでしょう。 彼らは明るく面白く、歌やダンスの技術も高く、カリスマ性もあります。また、世界進出を目指して努力しており、幅広い世代に共感される存在です。彼らのフォロワー数や取り上げられたアイテムが完売するなどの実績もあります。さらに、彼らはアーティストとしても活動しており、世界最大の野外音楽フェスティバルである、コーチェラに出演するなど、 国内外で注目を集めています。日本の国民的スターである木村拓也から若い世代のナンバーアンダーライン愛への交代は時代の移り変わりを象徴しています。マクドナルドの CM も木村さんからナンバーアンダーライン愛へと新しい時代の顔へと変わっていくのかもしれません。一方で木村拓也の CM 交番とナンバーアンダーライン愛の登場については 様々な意見があります。一部のファンからは木村拓也の交番に対する反発の声もありますが、若手グループの活躍も注目されています。マクドナルドが新しい CM キャラクターとしてナンバーアンダーラインアイを起用した背景には時代の変化があるようです。木村拓也は長年にわたり CM の顔として活躍してきましたが、 企業側が若い世代にアプローチしたいというニーズもあるようです。そして、ナンバーアンダーライン愛は若くて活気のある存在であり、現代の広告に適した存在であると考えられています。このように、マクドナルドの CM キャラクターの変遷は、時代の移り変わりを象徴しています。木村拓也からナンバーアンダーライン愛への交代は、日本の広告界における新たな一歩であり、 その影響は広範囲にわたることが予想されます。木村拓也のようなベテラン俳優と若手グループナンバーアンダーライン i の登場により、CM 業界には新しい風が吹き始めています。これからもその動向に注目が集まることでしょう。それでは、あなたはこの CM の新キャラクターに関してどのような意見をお持ちですか 木村拓也からの交代についてどう感じますかそして、若手グループナンバーアンダーライン I の活躍に期待はありますかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。ナンバーアンダーライン I の起用については、マクドナルドが広い世代にリーチできる存在を求めていることや、最近のトレンドを取り入れたいという意向があることが指摘されています。 ナンバーアンダーライン愛は若い世代だけでなく、男性や年配の人々にも支持されており、その存在感が評価されています。彼らの SNS 上でのフォロワー数や、取り上げたアイテムが完売するなどの実績も、彼らがどれだけ注目を集めているかを示しています。また、彼らのアーティスト活動も成功を収めており、世界デビューも果たしています。ゴーチェラへの出演や、 海外でもファンが待ち構えている姿が報じられるなど、彼らの活動は世界的にも注目されています。木村拓也が CM から降板したことは、時代の移り変わりを象徴する出来事の一つかもしれません。彼が平成を抱いた男として長らく国民的なスターであったのに対し、ナンバーアンダーライン愛は新たな時代の顔として台頭しています。 マクドナルドの CM も木村拓也からナンバーアンダーラインアイへと変わることで日本の広告業界における新たな展開が見られるかもしれませんこの CM の背後には単なる商品の宣伝以上の意味が込められているように感じられます木村拓也とナンバーアンダーラインアイの対比を通じて日本社会の変化や若手アーティストの対等について考えさせられます果たして 今後のマクドナルドの CM 展開はどのような方向に向かうのでしょうかこの記事を読んであなたはどう思いますか木村拓也からナンバーアンダーライン i への交代についてどのような意見をお持ちですか